立憲民主党、枝野代表。陽性ということは、感染していなかったということですね。ガネットで話題。内容はこちら。立憲民主党、枝野代表が、大事な問題で、おかしな発言をしてしまったようです。では、内容を見てみましょう。立憲民主党、枝野代表。3人目の亡くなられた方は感染していたのか。加藤大臣、陽性患者であった。立憲民主党、枝野代表。陽性ということは、新型コロナには感染していなかったということですね。国会がざわつく。加藤大臣、新型コロナウイルスの陽性、感染されていたということ。陽性イコール感染していなかった。違うでしょ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。陽性の意味がわからないなんて、何言っているんだろう。そんな単語も理解できないなら、国会で質問する資格はない。これって本当にわからなかったのですか？それとも勘違い？どっち？次はこちら。仮に陽性と聞き間違えたとしよう。なんだよ、陽性新型コロナウイルスって。陽性と勘違いしたのでしょうかね。でも、陽性もおかしい。次はこちら。理解してない。まさか。まさか枝野の頭の中では、陽性イコール明るい、つまり元気。陰性イコール暗い、つまり病気。なのかい。日本国民のざわつき具合は半端ないようです。最後はこちら。与党議員ならマスコミから袋叩きにされるレベル。野党でよかったね、枝野。与党側がこんな間違いをしたら、とんでもないことになっていたでしょう。結論。こんな大事な質疑でありえないことを発言してしまう枝野幸男議員。なんであんなこと言っちゃったの？桜ばっかりやってたから。とにかくもっと気を引き締めて、政治を行うようにしてください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。